せーの、どうもスカイピースイエイということでですね、テオくんがいないということで久々にドッキリです。今回はね、私がテオさんにドッキリを仕掛けていこうかなと思うんですけども、今日のドッキリ企画ものすごい楽しみにしておりました。ちょっと裏でね、いろいろと動いてこうテオくんにね、ドッキリを仕掛ける準備をしてたんですけども、まあ、実際今日何をするかずっとやりたかった念願のテオくんガチのフリースタイルバトル出場者ルトッシャー、テオくんガチのフリースタイルバトルに勝手にエントリーさせてみた。僕裏で動いてですね、テオくんのことを MC バトルの大会にエントリーしました。実際にですね、ラップのバトルが行われるんですけども、なんでこういう風になったかというと、 YouTuber フリースタイルバトル大会っていうのを一応開催したんですけども、 YouTuber の中にはなるんですけども、その中で2位というね、光栄なYouTuber もほんと全然ラッパーじゃないのに出てくれたんですけど、その中では2位っていう。で、1位がその時千葉市んで、もう千葉市はもう全然がっつりフリースタイルやってたりとかしてるんで、もうテオくんの2位って多分結構 YouTube 界で上の方なんよね。だってもう千葉市に関してはもう高校生ラップ選手権なのかな、なんかもう現場とかで結構やったりとかサイファーとかもしてるくらいなんで、もう YouTuber と言いつつ、まあちょっとプロに近い、まあプロなのかな、プロと言っていいのかな、それも失礼か。テオくんそんな中で2位取ったんですよ。なんでちょっと今回はテオくんをね、 YouTuber のラップ選手権ではなくてですね、ガチの現場のフリースタイルのバトルにエントリーしてもらおうかなと。で、今回ですね、テオくんをね、いきなり分かんないけど戦国 MC バトルとかさ、大きいフリースタイルイベントとかにいきなり出すのはまあ、ちょっとレベルとかもね、まだ分かんないし、ちょっとやめとこうっていうことで、今回テオくんが出場する大会なんですけども、もちろんガチのプロラッパーがいる中でも、今回試験枠みたいな感じで8名の MC が参加するんですね。これからラップ頑張るぞみたいな人が予選を受けて、でその予選に勝ち残った人が出るみたいな感じなんです。でプラスゲストで有名なラッパーさんとかが来たりとかするんで、まあテオくんにとってはもういい環境なのかなと思うんですけども、まあそんなね、テオくんでもまだワンチャンいけるかもしれないっていう大会なんですけども、まあもちろんガチで活躍されてる方もいてですね、テオくんと、あ、サオリ、おー、いいよ、あ、そうか、優しい。テオくんと、1試合目戦う方、ドタマさんです。これはすごい。ドタマさんはですね、もう僕昔からラップ好きなんですけども、もうフリースタイルラップでめちゃくちゃ戦ってて、もう本当に数々の大会で優勝してくるくらいもう実力者なんですけども、1試合目テオくん対ドタマ、めちゃくちゃ面白い、めちゃくちゃ面白い。これで、しかもですね、今回ですね、トーナメント表参加者の方はね、事前に出てるんですけども、今回ちょっと特別にテオくんが出るということで、シークレットになってます。なんでハテナマークがついてるんですけども、今回テオくんだけではありません、ラップ歴12年かっこわらの僕も出ます。今回は僕も出させていただくことになったんで、すごいね、昔のフリースタイルバトルで悔しい思いしたんで、もうすごいたくさん練習を自分なりにしてきたんですけども、もう僕は正直緊張してるんですよ。もちろんそのドッキリをかけるっていう緊張もあるんですけども、シンプルにフリースタイルの大会に出るってめっちゃ緊張することだから。けどテオくんに関しては緊張する余裕もないと、何っていう感じでそのまま連れてくんで、でですね、前一回俺さ、フリースタイルバトル出たことあって、実はそれこそ未明だとか、ミステリオさんだとかモグラさんだとか、その時ガチでしらけて、まあもちろん緊張してたっていうのもあるんですけども、本当に思うようにラップできなくてまあフリースタイルバトルって歓声の大きさで勝敗を決めるんですよ。先行テオがいい人イエーイみたいな、で、ここドタマがいい人イエーイみたいな、で、イエーイの数が多い人が勝ちなんですけども、僕人生で初めて見たんですけど、歓声ゼロで延長戦になるっていう泥仕合をかましたことがあって、そんくらい本当にやばい、そんくらいもちょっと怖いんですけども、あれから一応練習出させていただくということで練習もしたりとかしてるんで、まあ、これもうすでに実際にもうイベントが開催されてるところなので、まあ、ちょっとご挨拶行って、ちょっとその様子をね、見ていこうかなと思うので、ちょっと迎えたいと思います。シッシー結局そのドローして負けたんですか、前回は。勝ったドローで勝って2試合目も勝った。この青ラブのケバブ、ケバブ屋さんじゃなくなってますね。変わりました、ちなみに。でもまあ同じ系統の方がやってる7階です。今回トーナメントなんで勝つ可能性もゼロじゃない。あと、もしも勝ったらまた次の試合をやるって感じ。おー、2回戦みたいな。
そう、まあ、だから優勝だって可能性的にあるから。今日出るのは何名なんですか。24名くらい。おお。これ6回っすね。すごい楽しそうな DJ 流れてる。話しててください。こういう感じなんですよ、フリースタイル。あそこに出るってことですか。あそこに出んの。やばくない。それでは続いてドキドキするよ、ね、2試合目読み込みたいと思います。始まってんのにテオさん知らないんですよ。テオさん知らないんですよ。すごいことじゃない。どうしよう。じゃあテオくん下に読みますか。早め早めで、はい、シシ今ピラフ星人がいたら話しかけます。当然ヤッホー。今日不思議な話にしたいと思ってんかね。ということで今日エキシビジョンバトルするメイフォーとピラステージです。お願いします。ピラステージの動画撮ったけどメイフォーは初めまして。初めまして。いやもうずっと見てました。中学校の青春。マジで、はい、いやだから一番最初のリアクションは俺がメイフォーだった時に結構ねスレスが DM で。あでも昨日家で東海オンエア見てました。おい今日エキシビジョンマッチスカイピース対この二人初めてなのよ。エキシビジョンマッチっていいんすか初めてなの。いやもちろんだよ。確かに。しかもテオ君はバトルあるか知らないから。今どこに。今下に向かってる。公認下に向かってる。やばい。そんなも知らないの。だから緊張とかもあいつはない。そう鬼のフリースタイルです。そう鬼のフリースタイルよ。いやでもちょっと2対2のバトルをやるということでちょっと頑張りますか。俺らちょっと考えてきましたよ。考えてきた。まあまあまあ。俺らもてか俺も。じゃあちょっと本番よろしくお願いします。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 CC。来た。なんやねん。テオさん来た。びっくりした。え、テオさん来てる。テオさん来てる。やばい。もう行きます。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 なんやねん。びっくりした。突然来るやん。突然って呼ばれたから。ちょっと長いですよ、二人さん。ハルコ上から下までずっと繰り返してたよ。いろんな店見ながら。いや、まあちょっと遅れちゃったんですけど、じゃあさっきのところ。ということでですね、テオさんです。どうも。いや、引退してないですよ。いや、何そのつまらん。引退して10年後のテオさんが来たら、つまんないって言われてる。テオ君、まあサプライズですね。今回のこと何も聞かされてないですよね。いやいや、聞かされてますよ、しっかり。なんて聞かされてます。ヨドバシからの案件。何それ。はっこいつやで、ずっと言ってたの。何それヨドバシ、ブス。いや、ブスってびっくりした。あんま言われたことないもん。いや、あ、すみません。そのヨドバシっていうカレンダーにずっと入ってたんですよ。うん、入ってました、ね、で、撮影の色だったんで、あれこれ何の撮影みたいに言ったら、うん、ヨドバシから案件が来てるからその撮影。いや、嘘つけって言いつつも、はい、まあ、言われてたのはヨドバシの撮影です。撮影ですよね。そのヨドバシの案件の撮影は、もう俺が5秒でついた嘘ですよ。まあまあまあ、分かってましたけど。で、まあ今回ですね、別の企画がありましてですね、はい、その企画を発表したいと思います。はい。テオくん、勝手にフリースタイルバトルの大会にエントリーしてみた。やめてお願いやめてまあ、嘘だ。ということで、おかしいよ。もうトーナメント表組まれてるんで。おい、ほんと嘘。まあでもテオ君は
あの YouTube フリースタイル大会で2位という分かったね。いやだからまあ炎上してんだから。しかも1位はその千葉市になったりとかして、千葉市は結構ラップがっつりラップしてるじゃん。がっつりラップしてる。だからもう実質千葉市抜きなら1位ではあるのよ。また炎上するから。実際2位なことも変わりないし、実際あの審査員がテオ君にあげたっていうのはそれはもう紛れもない事実なんで。まあそうですね、まあ、テオ君の中でも視聴者の中でもあれっていうのはありつつですけど、はい、実際は審査員が認めた2位なんで。八百長ですよねあれ。いや八百長じゃない。違うんですか。自分に自信なさすぎる。スカイディーズのチャンネルだから仁さんが裏でテオ君だけはちょっと決勝までは残してくださいって。俺なんて初戦敗退なんだから。もうちょっと残せよ。じゃあ八百長じゃないのあれ。八百長じゃないよ。びっくりした俺コメントで八百長ばっかだったから。あ、そういうことか。俺気づいてないだけかと。まあでもあのとはいえさ、 YouTube とかで見るすごい方たちとそういうような大会に出るのはちょっとさ、 KOK とか急に。そうそうそう急に KOK 怖いじゃん、怖いじゃん、うん、だから今回ですね、特殊なフリースタイルイベントで、はい、そういう方もちょいちょい出つつ、いるかい、なんか試験枠みたいな枠もあって、はい、計24名で多すぎている。そのうちの8名がそのなんか今日決まった人みたいな、当日エントリーでやった人みたいな感じになって、当日券的なものがあんのね。そうラップバトルに。そう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 。えらいことになりました。すいません。面白い。ちょっとスカイピースに気づいた人、えらいことになりました今。えらいことになってるでしょ。嘘でしょ。あなたももちろん出るんですよね。僕も出ます。僕も一応出ます。やっぱやっぱやっぱ歴22年やっぱ歴12年かっこわらなんですけど、出させていただきます。でですね、はい、まあ、トーナメントがもうすでに組まれてるんですけど、はい、あの俺たちが出ることはあの会場でシークレットになってます。あ、そういやでも知ってるかな。このシークレットになってて、うん、その今回シークレットだったんですけど、登場していただきましょう。スカイピースのお二人です。で、まあまあまあね、知らない人も全然いるかもしれない。なる可能性あるよ。がっつりのヒップホップの現場なんで。いや、怖っ。だってあのアインシュタインの友達いるじゃないですか、うん、アインシュタインが昔イベント一緒にした時に、うん、ご飯行って、うん、あのアインシュタインのライブってどんな感じなのって言ったら、うん、まあ、結構台湾とかがラッパー多いから、はいはい、最前列の人が指をこうしてるっていうのを。いや、それは怖い時代聞いたんですよ。でも今日はあの大丈夫です。あのそういう若手みたいな感じのでピラフステージも出ます。いやいやいや、ピラフステージ若手じゃないって。もういや分かった分かった。もう TikTok とかで上手なんだよ。まあ上手いし TikTok とかで有名だったりとかするんですけど、はい、やっぱその若い人も出る感じだから、なんかそんなゴリゴリヒップホップみたいなとこでもないかな。まあとはいえそういう方もいるけど。大丈夫、マイクの紐とか引っ張られない。待ってるぜっていう結末にならない。大丈夫です。謝る気はない。マイクで返してくれ。待ってるぜ。オーガナイザーの人とかも、オーガナイザーすごいあのいろんな戦国 MC バトルでやってるから。あ、いやいや、すごいご立派なところで、その方にはもうぜひぜひって言ってくれてたりするんで。いやまあでも逆境っていうものを、はい、プラスに捉えると、うん、もしここで言うたらアポなし参加なわけですか。勝ちる。そうで、審査員はお客さん、お客さんの声で、お客さんも俺たちを知らないわけでしょ。知らない。もしこれで俺が2位とかを取ったら八百長じゃないってことだもんね。そうだよ。でもこれでもし初戦敗退したら八百長になっちゃうじゃないか。バクバクですよ今。え、今バクバクになった。バクバクだよもう。もっとバクバクさせること言っていい。もっとバクバクできんの。もっとバクバクさせること言っていいですか。何、テオ君の対戦相手ドタマさんです。待ってるぜじゃん。待ってるぜじゃん。ドタマさんです。おい、勝ったらすごいことになるぞ。こんなのすごい。ドタマさん所詮。ドタマさんです。マジかよ。てかドタマさんもめちゃくちゃバトルとか見てるもんね。いやもう見てますよ。さっきやった待ってるぜもこれドタマさんのサンプリングですから、ね、そうです。ドタマさんと今日は初戦でテレビで戦います。あなたは。俺はあのー、美味しい闇感謝感謝をネタにしていたキュウリ。おお、前そうそう、前あのロケで会った。あ、そう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 、はいはいはい。でですね、そのトーナメントはまあありつつ戦ってもらいます、はい、俺たちトーナメント参加します、はい、で、第1回トーナメントが終わった後にそこでエキシビジョンバトルっていうのがあります。俺らスカイピース対メイフォートピラフセーティンで戦います。2オン2で。おはーい。味方弱いって。味方弱いじゃねえよ。味方弱い。ほんま12年やっとんねんな。12年そっちに入れてくれよ。もう1、2年のピラフステージにくれよ。味方弱い。メイフォーさんか。12年いいんだよこっちに。っていうエキシビションマッチもあるんで、ちょっとそれはやってます。おーい、マジかよ。もうあの MC バトルも始まってます。
で、多分もう今5試合目くらいなんです。あ、今3試合前だ。手を行かないといけない。もう始まる、始まる、俺の試合が始まる。一回雰囲気見とこう。ほぼブレイキングダウンだよ今やってること。今から戦ってくださいって。いや、3試合前、急がない。結構1試合、2、3分で終わっちゃうから。お客さんは知ってんの、スカイビーサークルって。知らない。知らない。知らない。え？いや、めっちゃドキドキする。じゃあ、俺が急遽出るってことも知らないってことだよ。知らない。急遽出るって知った、今知ったってことを知らないわけだよ。そう。じゃあ俺が困惑してたら困惑するわけだよ。困惑する。決まってた感じでこう行かないと、行かない感じになっちゃう。お客さんがパニックになるってことだよね。そう。うわ、めっちゃ美味しい。マジ？やばい、めっちゃ緊張する俺も。それ正義でよかったラストが消え、全国カップも超えて買い負け、俺がやめて超えれないため。それでは判定に移りたいと思います。私悪いですけど、自分のスタンスは崩さないって。このマイクはずっと一途でいるから、お前らもついてこれっかよ。いや、めっちゃ熱い、めっちゃ熱い。これに出ます。それでは次の試合に移りたいと思います。え、バスケ VS バカ、上がってきてください。バカさん、バカさん、ちなみに多分お願いします。この試合の後ですからね。今地震来てないよ。地震来てめっちゃ来てる。誰もできない。こんな人いないよ。もう楽しもう。これはもう俺盛り上がるから絶対出会うから完成で。俺が盛り上げるから。あ、OK です。行きます。予選上がり8名、24人トーナメントって言ったんですけど、皆さん今日フライヤー見てハテナマークだったじゃないですか。ハテナマーク、その人次出てきます。次は呼び込みます。ドカマ VS 手を上がってきてください。バレてきたサプライズ、心臓バクバク削られライフ、でもマイクに見てステージ立った始めるワンマンライブ。相手はドカマさん、初めまして、まして俺はここに来れてよかった、盛り上げて帰るぜ。今日は初めましてスカイピース、よく知らねえから無駄に傷与えたくねえが分解指数、テオにマイク無駄に真珠。とりあえずグリカンがどんどんパワーが一層したということだけはよく存じ上げております。下手ならするなカバーソング、俺エミネムでパパドック。あんまり聞こえないため、ここに立つとこのでかい音に かき立てられるこの感情はチェックペー。何も言葉を吐けなければフローで勝負やってやるぜ、こちらメジャーアーティスト不幸さん。下手で情熱あるのは伝わったが、スキルがあるか疑うわな。もうちょっと見せろよ頑張り。
スイッチマン1、2、3馬身馬面だから3馬身って言ったわけじゃないですからね。よく見ても馬面だ、俺は生粋の言葉の部下っぷら。顔が馬面、どこどこ走るぜ、あいのホース、ホース、希望、つかんぜ、いや、つかむのはあんたの胸ぐら。掴むのは無理、勇気はそこまでない。でも結局即興でここに立った、意地表明はここで近いな。俺 YouTube あんまり見ないんですけど、あなたたちの持ち味はそのチャラいアンチャンキャラじゃないですか。バトルでシリアスにやったりとか、動画が炎上したから上げ直すとか、ブレないでほしいと思うんですよ。みんな目指すのはナンバーワンじゃん、負けはあんたなんだ。おいしい闇、感謝感謝。判定に移りたいと思います。先攻テオ、後攻ドタマ、ドタマ。頑張った、頑張った。いやすごい、急遽撮影させてもらったんですけど、盛り上がってくれてありがとうございました。この後相方多分出ると思うんで、12年目指してもらいましょう。下手です。変な話しました。すいません、ありがとうございました。よろしくお願いします。それでは続いていきたいと思います。ありがとうございます。くるみ空、いや、どうですか。めちゃくちゃかっこよかったよ。俺こんな手震えることない。国家斉唱でも震えなかった。土壇場であんなやってんのマジで、いきなり出してあんなかましてんのマジすごいよね。緊張感あるか分かんないけど耳ちょっとふざかってる。盛り上がってたよめっちゃ。温かかったね。しっかり盛り上げてましたね。いや、やばい。人生で一番緊張したかも。よくあんなにできるわ。なんかうまいことさ、マイクパフォーマンスだけで2位まで。そう、その場合やっぱもう見えるのがすごいからね。よく頑張りました。いやいや、ありがとう。本当に、まあ、あとちょっと今後俺が勝ってくる。いやでもいいもん見せたから、なんか勝てそうになって。よかった。それでは1回戦最後の試合、もうちょっとネタバレになってしまっちゃったんですけど、9位 VS 上がってきてください。それでは先攻方向じゃんけんお願いします。先攻でじゃんけん勝って先攻後攻キュウリ発祥戦するリターン、ワイリー、ファイト。てか、キュウリで誰かと思えば、おいしいラーメン感じましたで盛り上げてた人ですよね。タイプ君好きやな。なんだかんだおいしい。おじさん感、あ、おいしい闇、感謝感謝なら鹿の子の子の子こしたんだ。はいはい、こういう感じでラップをかましてる。あ、 YouTuber がバトル出ればチヤホヤされそうでも思ったか。俺が言うのもなんだけど、 MC バトルそんな甘くねえんだよ。いやいや、お前 MC バトル甘くないって言ってるけど、同じような引用俺らの動画でもやってましたよね。そういうようなことかをやってかます。俺がラップでこのビートを沸かしちゃうぜ。 OK、 お前のラップなんだかとってもフォークで聞きにくいな。ちょんまげ小僧は聞きにくいです。俺らはスカイピースが聞き取るぜ、yeah。 でもお前ちょんまげ小僧じゃない。恥ずかしいことばかりしてるこいつ人間じゃない。俺やっとガスオリンピック金メダリスト、こいつ予選敗退死んでください。お前は小箱でラップイベントかよ。小箱でラップイベントに出てやってんだ。こっちとら横ありでワンマン。海目指すんでどのライン、俺は上を目指
すんだ。おめとはちげえよ。常に上を目指してる。だからこういう箱からちょっとずつ成り上がっていくだけだ。だから俺は一つずつ道を歩んでいく。いずれはここでも立って横浜のリーダー。俺も上目指すぜ。自分自在、流れるボール、何か自由自在、俺殺すか生かすか自由自在、でもこいつまるで気分次第で殺すだけで、それだけ上がる、俺はマイケル・ジャクソンになったつもりで今ラップしてる、それ系で上がる、じいさんには頑張ってほしい。でもテオ君はこれ以上頑張ってほしくない。終了。さあでは判定に移ります。先攻じい、後攻キュウリ。それでは延長戦いきたいと思います。先攻キュウリ、後攻じい、三小節スリーターン、レディーファイト。よ、愛せキュウリくん、優勢頑張れキュウリくん、キュウリくん、愛せキュウリくん、優勢頑張れキュウリくん、頑張れ。お前より応援されてる。それけど俺だって上に上がる。さっきも言ったじゃん、俺シンプルじゃない。でも拳で抵抗21歳。テオくん頑張れ、流行ってるけどジンタ頑張れも早いよ。判定に行きます。先攻キュウリ、後攻ジ、勝者キュウリとなります。よく頑張った。シッシちょっと待ってよ。こんな感じです。リアルすぎる。リアルすぎて延長入ったやん。延長なんて言ったら違う。いやもう延長マジで。これだから最初ローみたいになってたじゃん。これ審査員のね。それは12年で蓄えたスキル。いやでもね、すごい頑張った。いやちょっと頑張ります、なんとか6回も蹴ったわけでしょ。そう、長い、もうなんもない、長い、もうダメ、長いよ、やった。おかしなことになって、やはり最強でして。でもこの後エキシビジョンマッチ、そうだね、あれ、いやー、飛ばさないと。あれ、来てます。あ、そうなの。一緒に応援しました。
胸ぐらから希望でホースで繋いでくれ掴む胸ぐらって、うん、だから誰も気づいてなかったうまいこと言ってたよ、すごいね、ほなあとエキシビジョン普段エキシビジョンあれかましますあの、負けたらお前らの思いじゃあ、ガッパーキリスト教えますよ、はい甘くな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 い甘Ready, fight! ワワワワンツー脱がしたパッツ手を組むノアちゃんするタッチバック実は彼女と同い年新企画ノアちゃんの時も大盛り手を組む優勢頑張れ手を組む頑張れ手を組む頑張れ俺ら二人音楽性重視深いピース共感性重視ごめんなさいけど深いピース今後ご覧なさい YouTube を教える超新星俺のヒップホップ界の超新星未成年分かる危険性でもお前らとは全然俺はこの場に立つかっこつけんせいお前がヒップホップ超新星見た目は可愛い時の浪人生いや実装アニメの棒人間見て見てこの形行人弁でも未成年は本来食べれません最強タッグのユーマとナイキいつか行きたいぞブルマとランチブルマとランチじゃいけない俺は食らわせパンチメガトン級ロケットパンチでドッカーネユーチューニーム2人で立った横割りとドームユイカジェクト俺ら天井点検ユイカジェクト終了何これ先行メインフォアのピラスエージェン後攻スカイピース勝者メインフォアのピラスエージェンとなりますありがとうございますなんか一言あったらぜひね喋っててください4人ともはいこのライブに出るラップすることはさっき本当に知ったんですけども本当に会場の皆さんが温かくてすごい嬉しかったですでおそらく自分たちの出番はこれでおしまいだと思うので、今日は本当にありがとうございました大きな拍手お願いしますシッシお疲れ様です。いやマジですごいです。本当に。いいですか。いや僕初めて MC バトル出た時もマジで頭真っ白で全部飛んで。ただこれ初めてです。すごいなって。マジですごい。このクラブであんなに観客いてマジですごいなって。メガトンパンチだよ。出たのね。メガトンパンチや。出たのね。それ出るのもすごいからね。はい、ねいや一緒にバトルありがとう。あ本当に。ありがとうございます。いや本当にこっちもいい経験だった。いい経験だよ。ありがとうございます。ぜひTikTokとかやってるんで。ありがとうございます。ぜひ見てみてください。お願いしますお願いしますたまさんですよろしくお願いしますいやありがとうございますありがとうございましたすいません初対面ですよそうです初対面で数々のプレーを申し上げるいや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 すいませんいやもう昔からバトル見させてもらっててあれでもなんかバトル出てましたよねあれ昔ってなんか出てなかったあなんか自分なんかその場のやつのやつ出たことありますで出てましたよあと YouTube のフリースタイル大会を開催したりとかしてああなんかそれはあるんですけど平場のバトルって初めて手を受けたのはガチの初めてで、まあ、でも初めてであれだけやれてたらすごい素晴らしいもうでも本当に伝えてなかったんで本当出る本当10分前5分前に出るよって伝えて上に行ったいや本当にお疲れ様でしたいやいやありがとうございますいやすごい本人だだよねめっちゃ見てるからねめっちゃ見てたんすよウィンバンバンボボと知ってくれてたんすよ延長のやつチラッとチラッと聞いてしかもなんか上げ直したことも知ってるからそこも知ってんだと思って普通のインフンで普通にディスするよりなんかせっかくだからね二人がやってる活動の話した方がいやありがたいなんかいいかなすごいごめんなさい失礼で申し訳ないいやいやだから知ってる内容なんで自分のことなんでそれを言ってくださったんですごいねやりやすかったよかったねこれから多分またバトルがあると思うんで頑張ってくださいありがとうございます頑張ってくださいすいませんありがとうございますありがとうございますありがとうございますすいません俺本人だって人とバトルさせられたんだよそうだよいきなり口喧嘩やばいだバカさんだもん俺めっちゃサムさんとタッグ組んでた時から見てるしいやめちゃくちゃヒップホップ好きで見てるもんねそう俺フリースタイルしか見ないからうんてかテオくんがさ出番前本気で顔引きずってて
ライブの本番前さ、よし、じゃあ頑張ろうみたいな、緊張、楽しめばいいとか言ってるのに、初めて見て、おかしいもん。メインフォー君とさ、ティラス星人でさ、ノアちゃんのことケチョンケチョンに言われてさ、何も言い返せないノアちゃんのことはあれっくん言うなシシキュウリさんだってめっちゃ嬉しい。大丈夫です、俺とバトルしてくれたキュウリです、お願いします。いやありがとう、本当に言われすぎてた恥ずかしいことばかりしてるこいつ人間じゃない、俺はガスコー、ガスコーリン、美味しいヤミーを使ってくれてたわけじゃん、バトルで。だからこそさ、こうやってバトルできるめっちゃ嬉しい。いや、そうっすよね。最初なんか紹介してもらって、そっからなんか街中で会いました。そうなのよ、動画でね、あそこでサイファーしてたからね。なんか3回目でこうやってバトルっていうのでストーリーちゃんとあって、ね、で確かにじゃあ結構な関係性なんだよ気づけばね、ずっと成長してきてない、一緒にもうなんか準レギュラーぐらい確かにめちゃくちゃ出てくれてる、ちゃんとしたストーリーで関係性あるもんねこれからね、またバトルあると思うんで、はい、頑張ってください。頑張ります、頑張ってください。ありがとうございます、キュウリでした。ありがとうございます、ありがとうございます。世界中ですし、全ての試合が終了しました。いやもう本当にお疲れ様、マジでお願いが一つあって。ああ、はい。もうやめて、もう絶対やりたい会場のみんながあったかかったから成り立ったけど、もう心臓が持ちませんこんな緊張するのないくらい、ない人生で一番緊張した。本当に今さっきちょっと言ったけど、ここたカメラで後ろで1試合前に待ってる時のテオ君が本当に気が気じゃない見たことないでしょしかも立ち振る舞いも分かんなくなっちゃって、表出たらさ、もうこんなんでもいいじゃん、うわー来たぜみたいな、さっき知らされたけど、いけるぜ俺みたいな、でもいいじゃんそうだね、行ききれないじゃん。あんだけビビってるってよく見えることなかなかないからもう、だってちっちゃくなってこう、いやでもすごい経験です。結構今後何でも乗り越えられる気がします、気がします、します、します。ドタマさん、キントンキュウリさん、でメインフォーさん、ティラフステージ4名の方ありがとうございましたね、ほんとありがとうございます。会場の皆さんもすごい、あんなあったかいんだね。ヒップホップってアングラな感じで、うん、うんうんうん、だからなんか YouTuber 来たらうえーみたいな、そのイメージあるもんね。あるけど出た瞬間手開けるガガガガガそれに俺答えられず、答えられず、でも負けた、ドタマさんに負けた。いやいや勝てると思うな、ドタマさんに負け角で組んでんだから、そう、負けがおかしいことになるんだよ、ドタマさんの。なんかあのテオ君頑張れの雰囲気でお客さんもみんな俺の方にあげるのかなと思った。判定はシビア、そういうの含めすごい全く拍手出してくれたしね、全部嬉しかったね、ありがとうございます、いやいや本当に良かったです。 MC バトルのチャンネルの方でもテオ君のバトルが上がるんで、ほんと、はい、すごいな。また違った価格であると思うんで、そちらもぜひ楽しみにしててください、ぜひ見てください。テオ君お疲れ様、ビアジンさんもお疲れ様でしたマモさんもね、マモさんも怖いでしょあんな中でこんな怖い怖い怖いよ。お疲れ様でした。いやいい経験、最後まで見てくれてありがとう。テオ君本当にナイスバトル、何も知らされずにいきなり出されてこのスキルは正直すごすぎてる、やっぱ大創建だな。次回のスカイピースはコンビニ新商品紹介を2人でやります。それではお楽しみに、せーの、ピース。